5月売りの雑誌付録、毎月恒例の1ヶ月分の雑誌付録の紹介です。すいません、今回遅くなっちゃったんですけども、ワンちゃんの大会に行ってました。今回ね、40何点、すごい過去最高の点数なんですよ。多分長くなると思うので、いつものように下の概要欄またはコメント欄にタイムスタンプを書いておきます。その時間のとこクリックすると飛べるようになってます。できるだけトークだけで分かるような内容で喋ります。だから何か作業をしながら、家事をしながら、勉強しながら聞いていただいて、気になるアイテムがあったら映像を見るとか、そんな感じで聞いていただくのもいいかなと思います。で、お値段は私が調べた段階でのお値段だから、その後変更される可能性もあります。ではいつも通り日付順で行ってみましょう。 Let's get started。では、5月1日、チャムス、バックパックブック、ムックですね。2376円、ロゴプリントバックパック。大きいですね、大容量。リュックの両サイドには 500ml のペットボトルが入る。本体は A4 サイズも入る内ポケットが1個付いてるらしい。で、この肩の部分、ショルダーがすっごいクッション性がある。で、内側に通気性のある素材を使ってますね。で、ショルダーの下側がアジャスターついていて、長さ調整、微調整ができます。次、5月7日、ステディ。これ最初、1080円だったのが、ついさっき調べたら1000円になってました。AG by アクアガール、お出かけカゴバッグ。これはね、好きなテイスト。まあ、カゴも好きなんだけど、ハンドル部分が太めのブラックで、引き締め感を感じる。蓋が巾着、これもブラック。サイズは高さが21、横ワイドが 31.5 から22。次、5月7日、マリソル。マリソル980円で抑えてくれてる。マルティニーク、女っぷり、トラベルコスメ、ミニバッグ。マルティニークっていうブランド初めて。よくあるコスメポーチっぽいデザインなんだけど、パカッて開くと真ん中開けて両サイドにメッシュポケットがついています。片側はメッシュで一つの大きなポケットになってるのかな。もう片側は細い綿棒があるポケット。あとは中央にポケットが2つあることになるのかな。さらにその裏側に隠しポケットみたいなのがありますね。私ね、これ届くのは5月7日だとしたらば、ギリギリフライトに間に合うので、これを使ってスーツケースの中整理しようかなとも考えてます。でドット柄と言うべきか、でも変形ドット。ブラックベースにホワイトの変形ドットなので、デザインは好きです。チャックはダブルファスナーで、ゴールドっぽいカラーかな。次、5月7日、大人のおしゃれ手帳、ジャスト1000円、ハリス、2way 巾着ショルダーバッグ。これパッと見、遠目から見て、おー、ついにこの形が付録になったかっていう喜びもあったんだけど、よくよく拡大してみると、ビニールっぽい素材で、ちょっと安っぽくも見えちゃうかな。バケツ型のリュックっていうのかな。口のところをキュッと絞る。フロントにポケットが一つチャック式であります。で、このストラップはリュックタイプにもできるし、ショルダータイプにもできる。次。5月7日、インデット、1080円。スヌーピー、畳める保冷トート&ローラーペーパーケース。で、私はこのホワイトのロールペーパーケースが欲しい。ロールペーパーケースっていうから、この上車とかにね、マジックテープかな、多分。ペタッとくっつけて、ティッシュが欲しい時にさっとそこから取り出すみたいな。実際ティッシュってこういう形のが圧倒的に多いですよね。長方形っていうのかな、鼻セレブね。でこの写真見ると丸いんですよね。実際こういう形のティッシュボックスはあるっちゃあるんですけども、あんまり日本では見かけないかな。私はこれをティッシュを入れるのではなく、買い物のビニール袋、こういうのとかで、ビニールの中に詰め込んでおいて、でビニールさっと取り出して、例えば犬の落とし物を拾うとか。でね、柄よく見るとスヌーピーなんですね。コミック柄？そうそう、もう一個のトートは保冷トートです。保冷トートバッグは薄手の素材。だから折りたたんで持ち運ぶのにちょうどいい。5月7日。これ初めての雑誌。子供絵。710円で、私最初これエプロンかと思いました。ショッピングバッグ。表と裏。こんな感じで。結構大きいサイズですね。雑誌が入るって。雑誌の本誌の内容の方がちょっと興味があって、頑張らずに綺麗、しない掃除、落ちる洗濯。次、5月の9日、モノマックス。
980円に抑えてくれてる。でもアイテム2つあります。ビームスの長財布と極薄財布。極薄って書いてあるけど、これフラグメントケースですよね。表面がザラザラな感じの本格的な革っぽいフェイクレザー、ベースがブラック、すごく使いやすそうなカラー。このお財布の片方にポケットみたいなのがあって、そこにフラグメントケースをイン。ここはワンホックで閉まります。反対側がチャック式。チャックを開けるとびっくりしました。中オレンジカラーなんです。かなりショッキングオレンジ。男性のアイテムでブラックとオレンジの組み合わせって多いなぁと感じてます。ちょっとカジュアルダウンするためにオレンジを入れて、またはスポーティーにするために蛍光オレンジを使うとか。中はカードが4枚で、奥にお札が入るスペースで、手前がチャック、コインを入れられる。さらにパスポートが入るので結構大きいスペースですね。フラグメントケースはカード4枚、ただ外側のカード出し入れはちょっと落とさないか不安。内側はチャックで開けて中にコインとか入れられます。これね、フェイクレザーの表面がとっても高級感あって、私が初めてフラグメントケースを手にしたジンジャーだったかな。これはジンジャーの付録で、フラグメントケースブラックだけど革っぽい加工はしてくれてるけど、すごいふにゃふにゃ、わかるかな、これ柔らかいんですね。ペラペラで、なんか手触りが柔らかくて好きだったけど、しっかりしてるのは今のビームスの方かなと思います。そう、これスタバのカードなんだけど、まだ使えてなくて、あの目黒の新しいオープンしたリザーブのところ行きたいけど混んでる。次、5月の10日、シップスマルチショルダーバックブックムックです。ただお値段がちょっと高いの、2678円。なんか最近ムックもどんどん高くなってきてると思うの。シップスはシンプルで好きです。オフホワイトのキャンバス地、ストラップはブラック、そしてハンドルもブラックで同じ素材。アジャスターついてるから長さ調整もできます。ホワイトとブラックの組み合わせすごく好き。さりげないロゴでここら辺も好き。で、このストラップ取り外しできて、取り外したイメージ写真、これがまたコロンとした感じで可愛いですよね。で、やっぱり一番の売りは3番式。中央がチャック式の大きいスペースで、サイドにまたポケットっぽい、でも大きい空間があります。主に3つのお部屋になると。さらにフロントにポケットがあって、スマートフォンとサイズ感を比較するとこんな感じ。で、裏地が可愛いストライプ。一応外側はスナップついてますけど、中央に貴重品は入れてチャックで締めた方がいいかも。次、5月10日。ダヤン。久しぶりダヤン。猫のダヤンショルダーバックブック。ムックで2592円。ダヤン料金なのかな?私子供の頃猫のダヤンでいくつかアイテムを買いましたね。可愛いなと思って。今回はショルダーで、またねレトロな感じのデザインですね。アジャスター付きで長さ調整が可能。なんかね、後ろのバッグにワンフォックのポケが付いてる。で、内側にポケットが2つ、スマートフォンが2個並ぶような感じの、結構大きいんですねこれ。次、5月の10日。広島お住まいの人もいらっしゃると思うので入れました。カープ坊やビッグ保冷バッグ。これもムックですが2149円。ちゃんと上もジップついてますね。これカープ坊やっていうんですね。球場に行くんだったらやっぱり冷たいドリンク欲しいし、売り子のお姉さんが回ってきてくれないかもしれないから、自販機まで行くその間にいい当たりが出たらね、やっぱ試合は目離せないから売りに来てほしいわけですよ。でも保冷バッグがあればいっぱいドリンク持っていける。保冷効果いかほどだろう。これハンドルとストラップがついていて長さ調整できない。真っ赤でね、とにかく派手。広島カープレッド。間違ってもアウェーで使っちゃいけないですよね。5月10日、大人のおしゃれ手帳特別編集。2106円で、初めての風呂敷。こういう形で売ってるのかなと思ったら、自分で組み立てるそうです。和装にも洋装にも使えそうなデザインで、70センチ四方の風呂敷が1枚付いてる。ハンドルリングが2本。これらで、コロンとした形のいちごバッグっていうんですって、これ。ということは、自分で好きな風呂敷のデザインを他から持ってきて作ることもできる。風呂敷のサイズをちょっとね、小さくしたり大きくしたりっていうのも好きなようにできるかも。で、ブッグの中では、風呂敷の使い方アイデアを42通り。
分かりやすく紹介しているそうです。5月の11スイートを980円と抑えてくれてるスマイデル2階建てオールインワンパレット、メイクパレットの2階建てバージョン、12カラーも上段はパウダーシャドウが4、クリームシャドウが2、マスカラがちっちゃいサイズ、チップとラインブラシ、チップと眉ブラシ、下段はパウダーチーク、プレストパウダー、リップ&チークが4、マスカラはモーブカラーだって。ミラーも大きいし、その点ではいいんですけども、カラーだけ自分の好きな色に中身チェンジ。次、5月の11バイラ850円、フレイ ID のフラワージュエリーポーチ。広告見るとこんな感じなんですよね。ちょっと渋いイエローグリーンっていうのかな。で、この時点でちょっと迷ってたんだけど、最新の写真を見たらば、外側の合皮の表面が波を打ってるような、結構リアルな革のようなフェイクレザーなんですよね。この表面がすごくいいなと思って、ちょっと買いたくなってきました。こうソフトなパールピンクのベースに、フラワー柄がエレガントな感じで、そしてチャックがダブルファスナーだけど、ゴールドのカラーのプレートが幅広で長くって持ちやすそう。リングホルダーもあるし、ピアスフックもあるけど、私あんまりアクセサリーつけるの好きじゃないので、アレルギーね。多分 SD カード入れとか、それを入れようかな。 SD カードを入れるケースはもういっぱいあって、そのケースは何個も何個もあるから、それらをまとめる。蓋の裏側はポケットが2つ、蓋の下っていうか本体はファスナー付きポケットって書いてあるね。この中にイヤホン入れたり、パールネックレスとかこう紐っぽいものを入れる。で、これ正方形だ。10センチ10センチの正方形。使い勝手良さそうなので、ちょっと欲しくなってきちゃいました。次、5月の11。美人百貨。チェスティのマルチトラベルバッグ。ホワイトベースにチェリーっぽいカラーのフラワーが散りばめられていて、ハンドルとチャックの部分はレッドです。チェスティ柄ですよね。で、いつものように青い鳥がいる。チャックを開けると中にメッシュポケットが蓋の内側についていて、で、本体はフェイスタオルが6枚くらい入る体積だそうです。これ発売する頃は日本にいないと思うので、ちょっとレビューできないし、もしちょっと早く発売されてたらば、スーツケースのお供にしてたかもしれない。次、5月の11。ムックですね。バンヤードストーム 2way ショルダーバックブック。2138円。バンヤードストームって初めて聞いた。大人のハンサムウーマンのためのデイリーカジュアルブランド。確かに女性でもかっこよく使いこなせるかもしれないけど、男性でも全然いける。ただちょっとね、カジュアルダウンはしてる。デザインはなんか好き。カットなのか、フォルム？カラーなのか、かっこいいね。で、本体の上部にはチャック。で、フロントにちょっと狭い、名刺ケースが入ってるから結構狭いと思うけど、ポケットが、本体の内側はスマートフォンが入りそうなポケットがあります。ストラップはアジャスター付きで長さ調整が可能。これもデザインで好きかどうかっていうのを決めた方がいいですね。このデザイン私は好きです。5月の10日から13日の間に発売するお肌ツルツル電動シリコン洗顔ブラシブック。美容器具ですね。1901円。シリコンの突起が出ていて毛穴掃除するっていう。私ね、もうすでに似たようなの持っていて、これクラリソニック。これをね、使ってるんですよ。これも結構長く使ってます。で、ブラシを取り替えてどんどん新しいのに。で、敏感肌用です、これ。で、もっと敏感肌用のあるみたいで、ブラシが回るんじゃなくて、すごい細かい振動を高速に毛穴を動かして汚れを取る。でもやっぱりこれやるとスッキリします。で、このシリコン製のは、突起の部分がどうなんだろう、毛みたいに細くないし、でもこう揉みほぐす感じで汚れを出すのかな。このタイプ使ったことないんだけど、皆さんご存知ですか？なんかコメント欄で教えてください。どっちがいいかな？こっちの方が2000円近くて安いんだけど、今持ってるのちゃんと汚れが取れるやつなんで、わざわざこれも買う必要ないかなと思ってるんだけど、ちょっと皆さんのご意見も聞きながらにしようかな。5月13、ママリマガジン、マザーズリュック。ママリマガジンっていうのは初めて知りました。
ママ向けナンバーワンアプリママリっていうのがあるそうです。このマザーズリュックなんだけど、今までもフロークやムックで散々リュックが出てきて、もうリュック持ってるしなと思ってたんだけど、肩の部分、ショルダーのとこにスマートフォンのケースがついていて、わぁ何これと思って、めっちゃ便利ですよね。こういうとこなんですよね。他のリュックとは違う何かがちょこっと違うだけじゃなくて、すごくインパクトあるものが欲しいんですよね。このリュックを作る際に、ママリユーザー 16,996 件の声をもとに作ったそうです。こういうのいいですよね。ポイントは大容量、そしてスマホも入るポーチがショルダーのところにつけられる。で、サイドポケットは 500ml のペットボトルとか折りたたみ傘も OK。 もう片方のサイドポケットにゴミを入れるポケット、なかなか考えてますね。ショルダーが分厚くて肩が痛くなりにくいそうです。下の部分、ここはアジャスター付きでコンパクトに、ああ、なるほどね。くしゃっと潰して、このベルトで留められるんだ。ちっちゃいサイズのリュックにもできると。シューズを入れたり、抱っこ紐入れたりとかいろいろできる。で、素材は水を弾きやすい。これも重要ですね。で、ここら辺のユーザーの声をもとに、マザーズリュックを作ったんで。やっぱここはいいですね。出来上がった雑誌フロークで理想形を求めて買うっていうのもありだけど、ユーザーの声をもとに一つのいい商品を作るっていうのはすごくよりいいものができますよね。買う側も満足できる。自分の声が反映されて、より良いものが完成して、でお値段もかなりお手頃な価格で手に入るっていうのはすごくいい試みだと思います。この試みいいですね。このチャンネルでもやりたいですね。次、5月の14フィラショルダーバックフック1814円。フィラってもうスポーツのイメージ、テニスのイメージ、ストラップ、フィラのロゴがぐるぐるっと一周してて、このストラップ好き。アジャスター付きで長さ調整も可能です。本体はちっちゃいショルダーバッグですね。縦長かな。で、ブラックベースでフィラのマークがフロントの上の方にちょこんとあって、フロントにはこのポケットが付いているけど、ポケットにチャックもあったり、ポケットのさらに外側にポケットがあって、メッシュポケットもあるし、さらにチャックポケットもあるしって、結構フロントポケットいろいろ使いやすそう。ストラップも取り外しできるし、このストラップを別のものにつけるっていう手もありますね。次、5月の16、パシフィックドライブイン 2way ショルダーバックブック 2138円。真っ白なキャンバス地にハンドルとストラップがついてる。ストラップは長さ調整できないバージョン。本体も結構大きいけども、外側のポケットも深い。中央が伸ばれていて、ポケットが2つみたいな感じかな。内ポケットは1個スマートフォン入れられそうなのがついてます。外側はこれ iPad とか入れられるサイズなんですかね。タブレットサイズ。ああ、鎌倉のハワイアンレストランですって。パシフィックドライブインっていうので、紙面の方では最新のおすすめメニュー人気料理のレシピ紹介。いいですね。海にこう水着で中に入って泳ぐのはあんま好きじゃないけど、海辺とかはいいですね。次、5月の16、ダイム980円でマルチ USB 付き ID ホルダー。何これ、ストラップメジャーになってる。で、 USB はマイクロ USB、 USB Type-C、 ノーマルの USB、 この3つの端子。え、これデータを貯めるわけじゃなくって、接続してデータ移動するだけかな。ちょっとそれがよくわかんないんだけど、次、5月の17、暮らしと私と北欧と丸。で、ボリューム4ですね。1696円。リトルミーのタグ付きムーミンの涼しげカゴバッグ。今回は横長のトートで、縁がブラック。そしてハンドルもブラック。真ん中がワンフォックで留める。で、サイドにちっちゃくムーミンのタグ。この雑誌は、暮らしを大切にしたい女性たちのために、北欧の素敵な雑貨ファッション、インテリアなど、最旬情報をお届けする雑誌だそうです。5月の17、ア・ベーシング・エイ。これまあ、完全に男の子用ですよね。2019サマーコレクション2376円。カモ柄って、あのカモ、あ、これ鳥なのかなって、このグリーンのね、カモフラージュ柄かと思ったけど、やっぱりあのカモなのかな。で、グリーンとブラウンとカモのカラーですよね。これ上部は
チャック式。ストラップはアジャスター付きだから長さ調整 OK。ペットボトルの2リットルが横にして入る。結構大きいわ、これ。次、5月の17、ジェリー950円。エモダの19色マルチパレット。私何気に、もうエモダのカラーすごく好きなの、毎回。今回もこの色を見て、あ、買うと思って。で、私5月の17日、日本にいないんですよ。だから届いても、多分事務所にずっと置いとくことになると思うんだけど、すぐレビューはできないんですけども、帰国したらば試します。このね、渋い色、ブラウンからちょっとグレッシュな感じとか、で、ピンクもね、ちょっと青みピンクも、オレンジ系のピンクもあるけど、ブルベ、イエベ向け、両サイドからのカラーをちゃんと配色してくれてる。で、ハイライトも何色かあって、ラメが入ってるのとか入ってないのとか、すごく使いやすそう。で、雑誌付録についてくる、有名コスメブランドではない、その雑誌オリジナルのコスメって、大抵そんなに肌には良くない。スキンケア効果は、少なくともないかなと思うんですけど、なんでそれなのに買うのっていうのは、この色味の色を実際自分で試してすごく気に入ったカラーが見つかったら、それを写真撮ったり、このパレットをいつも私がお気に入りの肌に優しいブランドの BA さんに、この色に近いものありませんかって探してもらうんですよ。なので色見本っていう形で割り切って買っています。次、5月の20日、ラファーファです。980円で、アズノーアズオーラカの保冷バッグ3点セット。もうついついディーン&デルーカかと思った。だって、見たことありますよね。3点とも保冷バッグで大中小のサイズあります。サイズはこちらに書いておきます。L サイズのバッグは立方体。ショルダーストラップの長さが調整可能。これはいいね。で、内側に保冷剤入ります。 M サイズは L サイズのバッグの2分の1ぐらい。分かりやすいですね、この説明。 L サイズのバッグの中に入れるって方法もあります。で、 S はカップフルーツなど入れるのにちょうどいいサイズらしい。次、5月の20日リンネル1080円でリサラーソン初夏の爽やかバラエティセット3点。ホワイトバニティとブルーのカサイレで、これはミニポーチ。まずバニティ。これ結構ミニサイズで、まあホワイトベースに黒いラインで猫ちゃんがいろんな種類描かれてます。カサイレはブルーでハリネズミさん。多分これ内側が水分を吸ってくれるような構造になってると思います。で、ミニポーチは 9.5×13.5cm。あ、ティッシュケースではなさそうですね。私これはホワイトのちっちゃいバニティが欲しいかな。次、5月22はいっぱいあります。まず、アンドロージー1080円。出ました。アルティザン&アーティスト。ハンディメイクドレッサーポーチ。折りたたみミラー。この指をね、通して、ポーチを安定させてメイクするっていうスタイルの何種類か売ってます。で、今回はブラックベースに星を散りばめたデザイン。ミラーもお揃いですね。で、中を開けると蓋の裏にブラシを入れるところがあって、で、蓋と本体の真ん中に仕切りがある。これがポケットになっているようで、クリアなビニール。筆を入れるところも先が当たるところはクリアなビニール。これね、片側だけビニールっていうポーチすごくいっぱいあるけど、アルティザン&アーティストは必ず筆の両サイド何かしらビニールにしてくれてるから、すごく拭き取りやすいんですよね。これはね、もうオーダーしました。次、5月の22。ここから美容雑誌3誌。これがオリジナルなんだけど、これ完全に美的のオリジナルアイテムで開発したのかな。ただ、どうだろうね、品質的に。どっかのブランドのプロモーションであれば、すごく研究されて、今回の美的オンリーですよね。あと、成分がわかんないで使うのが怖いな。で、ナチュリエ保湿ジェル。これは有名ですね。シャンコン。シャンプー&コンディショナー。ロクシタのね、新しいワインなのかな。え、マキア。トランシーノ。この前もトランシーノの付録出たんだけども、今回、ちょっと内容が少し違っていて、あ、洗顔のウォッシュ、あとメイク落としクレンジング、他はマスクとか、CC クリームとか。あとね、この巾着ポーチ、よくありますね、これね。作るの簡単なのかな。
もうね、中にね、ガシャガシャって入ってパレット割れちゃうのとかすごい私嫌なんですよね。ボーチェ、これどうだろうな。なんかね、二の腕で挟んでグリグリってマッサージするワニワニグローブ。あとはクナイプのシュガースクラブ。5月23スプリング1000円ミルクフェド。手持ちでも卓上でも使えるミニ扇風機。これ1000円この扇風機。だって100均でもこのクラス買えますよね。手持ちでも使える、あ、スタンドがあるならいいかな。片手が塞がっちゃうとね。で、乾電池が単4入れるらしい。ミルクフェド好きな人はこういうの好きかもしれないけど、1000円だったら結構いい扇風機で、ちっちゃいサイズ買えると思います。5月23 JJ ナチュラルかわいいスヌーピーのサマーポーチ2個セット。薄いピンク、なんかね、表面が麻っぽいんですよね。夏向けな生地ですよね。で、スヌーピーが大きく、これなんだっけ、なんかモヒカンのひよこ、あ、ウッドストック、合ってるかな。なんかペンケースにもできそう。なんかね、 JJ 買ってるんですよ私。ちょっとね、買ったの紹介しないんだけど。で、これが次ついてくるらしい。最近なんか JJ も付録頑張ってきましたよね。前は全然付録時々しか出さなかったのに。次、5月の23。ゼクシーといえばジルが来るかなと思ったんだけど、やっぱり。ジルスチュアート。豪華すぎるレザー調トートバッグ&バスケース2点セット。背景のおかげでゴージャスに見えてるけども、この切り抜きの写真見ると、普通なんですよね。パスケースと同じカラーの結構持ち手が長い縦長のトート。高さ35センチメートル。結構あの大きいですね。雑誌が入りそう。で、カードケースはストラップ付きだから、バッグのこの取っ手の方にくくりつけるっていう方法もある。そう、ジルスチュアートってウェディングラインも出してるから、ゼクシーとこうマッチするんですよね。次、5月の23。ジンジャー。もう、いつも通り写真がない。ビームス。PVC サコッシュだそうです。ギリギリにならないとね、わかんないんだけど、ジンジャーって結構掘り出し物がたまに出るので、チェックはしといた方がいいんですよね。次、5月の25。本物みたいなコパーナと寝られる大きく膨らむクッション収納ケースブック。2376円で、シャンシャンもどきに会えるよ。何これ?裏側まで印刷。リアルですね。ただ素晴らしいなと思ったのは、中に無駄に綿だけを入れるんじゃなくて、冬服を畳んで入れましょうと。体積を無駄にしません。このアイデア好きだわ。あ、シャンシャンに会いに行きたいな、上野にね。次、5月25。ローリーズファームマルチバックパック。2365円。ほら、なんか微妙に金額上げてきてるんですよ。マルチに使えるバックパック。結構四角ですね。トートバッグっぽくも使えるし、リュックにもできるってやつかな。A3 サイズ収納可能大容量。A4 じゃないですよ。A3 ですよ。結構大きなキャンパスとか持ってく方は、これ欲しいと思うかもね。大容量。安心のジップ付きメインポケット。フロントはメッシュのポケット。あとその下にこれジップが見えて、ポケットが2段構え。サイドには500のペットボトルがすっぽり入る。で、本体パカッと開けると中に、これお財布とパスポートかなが入るスペースが2つもポケットがあるね。で、ストラップはアジャスター付きで長さ調整 OK。5月25、スマート、1200円。スペースインベーダービッグロゴサコッシュ&コンパクトレザー財布。これ本当にレザーなのかな?インベーダーのフルネームはスペースインベーダーなのかな?開けると、コインも出し入れしやすい。で、カードも入れられて、奥にビールを入れるのかな、これ。コインの出し入れとかしやすいのいいですね。次、5月の23。モノマスター。モノマックスのお兄さんっていうか、おじさまバージョン。1200円。何これ?北斎豪華4点セット。え、これ葛飾北斎ってこと?え、この方向性で行くわけ ?2way バッグ、文庫カバー、ポーチ、クリアファイル。これは、銀座6にいそうなおじさまがこれ持ったらば、あら、なんかちょっと個性的なアートが好きなおじさまね、みたいな感じだけど、原宿でこれ持ってる若者、男の子だったら、ちょっと怖くて近寄りたくないかな。持つ人によるのかもね。次、5月28、大人ミューズ、1050円。ミッキーマウス、大人の腕時計。ミッキーが時計になること多くないですか?あ、ベルトがね、結構、しっかりレザー風な感じになっていて、比
クラシックミッキーっていうらしい、これ。でもね、多分これ人気なんですよ。毎回出るもんね。次、5月28、グロー。ウェッジウッド260周年。すごくない ?260 周年。英国を代表する陶磁器ブランド、ウェッジウッド、存じ上げております。存じ上げております。私でもね、マイセンの方が好きかな。今年創業260周年を迎えます。おめでとうございます。ウェッジウッドらしさは、てっぺんの布地ではないかと私は思います。こう柄的には、この上のところ、これね、ワイルドストロベリー柄のいちご。上が巾着タイプで、それを開けると内側にポケットが2つ。これ、ポケットに、ワンポケットあたりスマートフォンが入ってるから、でも横にさらに余裕があって、2ポケットでしょ、並んで。大きいの、これきっと。本当に大きいんだわ。で、チャーム、ウェッジウッドのマークのね。次、5月28。モア、スローブイーナ、マルシェバッグ。真っ赤だわ。あとね、このバッグを裏返しすると、なんか内側にちっちゃいポケットスペースがあって、そこに折りたたんでキュッキュッって入れると、ミニサイズ、コンパクトに持ち運びができる。37×37cm で、雑誌も入る。5月31。グロー、あれ?さっきグローなかった?グローの増刊号がある。で、また、またウェッジウッドが来た。豪華ポーチ2個セットミラーチャーム。で、まずポーチが、まあ、柄はさっき言ったワイルドストロベリーっていう、ホワイトベースにのイチゴが散りばめられた感じの、ウェッジウッドといえばこれだみたいな柄。マチ4センチ。え、でも中にいろいろ仕切りがあるから面白い。なんかね、ゴムのバンドっぽいのがあって、反対側チャックで中のものが落ちてこない。あ、結構使いやすいんじゃないこれ。で、ジップ、ダブルジップよく見ると、イチゴ書いてあるストロベリー、ゴールドストロベリー。で、もう一個が、ウェッジウッドブルーポーチ。で、9.5 角形の16、結構16長いよね。で、船型のポーチで、これもチャックのところがゴールドのイチゴです。あーはーはー、ティッシュポケットになってんだ、裏側が。へー。中に仕切りがあって、絆創膏入れるところは、OK になってる。これ使いやすそう。そして、ミラーチャーム。裏は、ミラーがついてる。直径7センチ。いいんじゃない?ホワイトだし。私の好きなホワイト。で、ブランドロゴをプリント。あ、こっち。私、増刊号の方がいいな。レジュットは。そして、まだ、まだ、ある。5月31。これね、お揃いで2つかな。これでラストになるんだけども。ラシット。保冷バッグブック。これね、ラシットって読むんだって。で、2種類あって、ビッグバッグバージョンと、ショルダーバッグバージョンがあります。ビッグの方は、2030円。どっちも、保冷バッグなのかな、これ。サイズ大きいわ。インレットを横にして入れても、ポケットにね、まだまだ余裕がある。上部から見て、結構中にいっぱいお弁当とか入る。サイドポケットにフランスパン刺してるけど、あんまりこういうことすることないですよね。で、中に保冷剤を入れられます。保冷力どんぐらいだろう?今まで付録の中で、こういう保冷ばっかって、保冷力が、私が満足いくほどの保冷力だったのがあんましないので、で、オソロのもう一個、ショルダーバッグバージョンの方、こっちの方がちょい安で、1825円。ショルダーストラップ付き、スクエア型保冷バッグ。これはこれで、そんなにいっぱい持っていかないと気に入るかもね。で、こっちはね、ブルーなのね。さっきのは、ちょっと、ベージュ?中に保冷剤入れるメッシュポケットもあるのは同じ。で、これ、サイドにスマートフォンが入れられる。まあ、サイズ感わかりやすいですね、これ。そうね、アジャスター付きで長さ調整可能。500のペットボトルとか、この缶とか入れると、だいたい8本くらい入るみたい。目安がわかっていいですね。以上でございます。今回今までの中で一番長かった、数が多い、お疲れ様でございました。こういうのは結構まとめ的な動画は、一個前の動画でもやっていて、紫外線カットコスメ55点解析しましたので、それもぜひご覧いただければと思います。で、他にもこういうまとめ動画で、この分野のこういうまとめやって、みたいなご要望がありましたら、下のコメント欄とか、あと私時々アンケートを取っていて、このチャンネルのトップページっていうのかな、そこからコミュニティっていうところがあって、そこをクリックすると、時々私がアンケートを取ってます。ご意見をね、いただくことも多々ありますので、ぜひコミュニティもチェックしてみてください。
あと今日のファッションとリップ、フランフラン、タオルワンピース、フランフラン。ね、タオル地すごく好きで汗を吸収してくれるから、ベタベタしないから、こう肌が気持ちよく過ごせるので、荒れない。これオソロでネイビーも買ったんだけども、フランフランのタオル系の、こう身にまとうのすごくね、肌触りが良くて、バスローブもフランフランですごくいいです。リップはロゴナリップスティックゼロ成分ワイルドベリー、これはもう何本も買って動画でも何回も使っていて、体の中に入ってもオーガニックだからそんなに心配しすぎなくてもいい。できるだけね、口は本当に中に入っていっちゃうから怖いので、体に負担のかかりにくいものを選びます。これ、ね、赤色マンゴーとかないから、いや